お疲れ様、サラッです。今日はですね、こちらのサイシングとメガナイト枯渇デッキやっていきます。というわけで、まあ当たり前にこのね、進化系ぶっ壊れのフェニックスがいるんですけども、まあ、インドラがね、フェニックスに進化しましたよと、そしてあとコウモリがですね、あのマザニクに化けました。はい、マザニクになったよって感じの、あとザップがなぜだかロケットになったのがありますので、今のこちらでやっていきます。で、まあなぜこのまあ、ロケットなのかっていうと、まあそれは皆さんちょっと考えるとね、あの想像つくと思うんですけども、もうこのフェニックス増殖デッキがまあ強いんですよね今。フェニックスってなってくると本当にもう戦いようがない。もうロケで撃ち落とすとか、まあなんか遠距離で頑張るとかしかないので、まあそのロケですね本当に。でフェニックス落として、まあやりこぶとかで卵を処理みたいなのがまあ基本的な流れかなとは思います。で、まあ、呪文ザップとかないんですけど、なんで小物に対してちょっときついよねっていうのを、まあ、マザネクでカバー、あとはフェニックスも豚にしてやろうぜっていう感じのね、編成になってますんで、よいしょ。このマザネクいいですね。とかあとフェニックスなんかスケラーみたいなのも結構流行ってるので、よいしょ。なんかフェニックスはなんかスケラーデッキ、まあ、何のデッキとも合うんですよ。何のデッキとも合うけど、スケラーの受けとしてはちょっとだけね、そんな優秀じゃないよねっていうのでかわかんないけど、もうめっちゃいます。はい、フェニックススケラがなので、そこに対してもマザネク優秀ですね。でこの小物系はやりゴブでやろうと思うんですけど、あ、来なかったですね。さあマザネク出すコストが、出すサイクルではなかったんですけど、まあいいか。やりゴブで守りましたね。これなんかもう、ああフェニックス。さあこの卵は生まれないですね。あの相手陣地で壊れた卵は、なんだろうな、相手の真ん中よりもタワーに近いとタワーが攻撃するまで時間が短いので壊れないんですけど、橋渡ってすぐぐらいにね壊れてくれるともう一回復活できるんでね、その辺もちょっと細かいとこですけど気をつけていかないと鳥地獄が待ってます。なんかね、フェニックスもつけりゃいいんですよ。なんかメガナイトの後ろにインドラつけとけば強かったでしょみたいな、あれがまあ言ったらフェニックスになっただけなんで、もうメガナイトインドラでなんかいい感じにディガーとかもねできると、今とかもこれディガー飛ばしておけばよかったんですけどね、見てました僕は。はい、でマズネクあるんで、まあ、スキレイに対してはめちゃくちゃ強そうなんですけど、さあ、おー危ない、ちょっとフェニックスが、いやでもマジでこれ終わるっすよね、こんなん。いってらっしゃい。で、メガナイトの後ろに、フェニックス。で、フェニックスとはね、やっぱディガーの組み合わせがすごい強いので、タルツカット、ディガー飛ばしてあげてね。いやー、棒っぽいする。さあ、メガナイト復活は、高回転のね、この両サイドっていうのが強いので、気づけばフェニックスが復活。あ、みたいな。まあ、メガナイト復活って、まあ、今まで、てかまあどうなんだろう、人気デッキではあるんですけども、やっぱこう両サイ振ったりとか大型がねちょっと大変だったりとかあったんですよ。それこそエリゴレ、もうエリゴレだけは本当にあの100-0ぐらいね、めちゃくちゃ上手い人はまれに勝つんですけど、まあ、きつかったんですけども、この方だとね、まあ、大型に形組まれてもロケで潰せるのと、あとはマザネクで全部豚にしたり、あとはフェニックスで溶かせるし、フェニックスのあの謎のノックバック仕様、やられた瞬間の爆弾、爆破ダメのノックバックとか、まあとりあえず強すぎるメガナイト枯渇になりまして、はい、デッキパワーのないメガナイト枯渇からデッキパワーに満ち溢れた、はい、メガナイト枯渇にちょっと進化したので、やばいやばい、お前ちょっと待って、ちょめちゃくちゃあの本当に見やがったことにしてまれにある下手な受け、なんかあの受けがちょっとねなかったですね。陸やりこぶギャングで近畿道とかできると理想だったし、なんならやりこぶもうちょっと早めに出してこうセパって2回受けみたいなのも多分当たり前にしなきゃいけないと思うんですけど、まあ当たり前にしなきゃいけないっつってもね、人間なんで。これはあの、まあ、ちょっと遅れてでも守ります。さあメガナイトランバーバルーンのインドラノスケ、
で、フェニックスは今んとこは見てないか。おったっけ。さあ、メガナイトランバルっすね。まあまあまあ、ロケで落とす。そして、まあ、フェニックスが結構やっぱ火力高いんでね。頑張りたい。おー、やば。スケアイスピー。めっちゃ高回転ですね。なんかメガナイトランバル。さあ、めちゃくちゃ高回転。さあ、まあ、ダメージ受けちゃうんですけど、ここのカウンターがね、結構強いと思うんですよ、僕は。マジでなんとなく手前に。いやー、フェニックス攻撃速度速いから、このコウモリ系にもちょっと強いですね。いいね。さあ、で、相手はメガナイト出したいけどみたいな感じで攻めてあげて、このメガナイト今の間にね、フェニックスで溶かそうぜ。いや、火力高え、マジで。いや、マジで相手のインドラもボコボコだ。これ言っても嘘だな、なんか。で、竹取られてるんですけど、あの子。まあ、どうせ復活できるんでね。いやー、いい生き玉。復活してほしい。さあ、竹がメガナイトに行く。いや、この仕組み強いっすよね、マジ。あー、生まれるか？ロケットあります、ちなみに。絶対いらんかったな、これ。まあ、絶対いらんかったけど、これによって守れる。おい、さあ、なんかメガナイトとロケット入ってると意外とこう、いや、メガナイトで守るのかみたいな、ロケ出すのかみたいな、ちょっと迷っちまいますね。てか、レイリーグがさっき上がったのかさ、マスターにっすね。もうなんか展開が多分もう100人近く、多分150ぐらいね、多分出てるんで、まあちょっとそこもしっかり目指していかなきゃっすね。で、なんかあの展開行くと、その限定スタンプをもらえるらしいんですよ。そう。だからまたね、あのやっぱフキフキとか、持ってるだけで価値あるじゃないですか。なんでね、ちょっと。持っとけた方がね、やっぱ絶対いいので。やべ、なんか暇だな、このサイクルが。悲しいことに。ロケで全落とす。さあ、もう回さに行く、さすがに。おお、わあ、ポイズンですって。さあ、ゴレとかしましょうか。まあ、火力枠がまあフェニックスなんでね、フェニックスで基本的にはもっと早めに溶かしていきたいですよね。いや、もう天才かよな、ロケ。バイバイ、流れがマジ極悪。いやー、よくやったよ、メガナイト。なんならもう一発。うん、さあ、本当はもっとなんかね、逆サイスケバレとかでプレッシャー与えつつみたいな。あー、この球が復活しますね。これでかいぞ。距離が遠いんでね。ってなったら結構熱い。でさ、タルパパも持ってたんで、まあここにはタルかだと思うので、メガナイトギャング、これ行ってもいいかもな。うん、竹取れる。あれ、やばい。ちょっと待って、痛い痛い痛い。さあ、痛いんですけど、まあ、我慢して、ロケット押し、この辺に行きます。こんかった。さあ、まあ、ここは、だいぶ溶けてくれそう。まあ、絶対こんな相性いいかな。多分。あ、ロケ砲やばいっすね。冷静に。飛べ、行け、行け、行け。なんかチックに追加して、なんかフェニックスで折れそうだな。なんかあんま勝った感ねえな、これ。てか、まだ勝ってねえし。んてか、なんだこれ、守らないと俺負ける。ロケット圏内。いや、なんかこう、今まで多分ね、メガナイトカツを使ってた人からしたら、俺なんかコウモリ欲しいとかめちゃくちゃなると思う。うん、これあんま使ってなかったけど、すげえ思う。
さあ一旦マザネクでもいいが耐えるか。あーマスケが、マスケがすげえ悪さしてるっすね。マジガス。さあ相手がね甘えてくるっすよ。そろそろ、はい来たー。これは真ん中マスケにしか負けないので、真ん中マスケだけ警戒して、あーなんかむずいやんっつってなんかねこの両サイに振るみたいな、こう細かい動作は減ったもののね、形を組めばの破壊力がより増したと思いますね。ちょっと今までとはまた戦い方がものすごい違うかもしれないね。よいしょ。フェニックス。まあメガナイトフェニックス組んでマザネク出していけばもう本当にただそれだけでいいみたいな。そんな考える必要がないですね。考えるとなんか、よりなんかダメになるデッキみたいな。オーマイグッネス。やばい。やばい、ちょっと待って、あのフェニックス強い。いやフェニックス強い。やばい、あれあれ、やなめね。いやフェニックスめちゃくちゃペッカとかすっすね。火力高えな、マジスケバレで釣れそうだな。なんかサーチ範囲広いっすよね、体感。吹き矢とまではいかないが、さあメガナイトフェニックスを組んでいきたい。こんなんいっちまえばいいみたいな。いけ、フェニックスならマジでやれる。一発からの爆破で、あーこれが残らないですね。ここにディガーがあるとめちゃくちゃいい。フェニックスが竹取ってる間のディガーですね。なんかスケバレが竹取ってる間のディガーみたいな。ペッカウィザードか。なんかこのリーグでマッチングする仕組みになるとね、結構いろんなデッキの特殊な人らがいるもんで、ちょっとおもろい。うん、さあペッカいたっすね。まあ一旦逆振りながら見てる。マジでこれ強いぞ。これスケバレも受けなきゃいけないし、フェニックスもこれやった後も卵になるっすからね。あウィザード優勝か。さあ1目のトルネが来る。これいいな、マジ。このフェニックス側にディガーをつけるのがちょっといいっすね、個人的に。卵延命できる。頑張れば。マサイク頑張れ。んにゃー、惜しい。今の卵復活してたらもう熱いんですけど。フェニックスディガーしたい人みたいになってるんですけど。いや、マジででも強いんで。ペッカ来そう。ホグ。おー、やば。ちょっと待って。びっくり飛んできたけど、さすがにこれはモハメドライトでも守れんぞ。お前はモハメド、あモハメディボス。さあいいね。なんかペッカとかにはね、まあもともとその陸系自体はあるんですけども、インドラとかもねやっぱザップ打たれたら止められてたのが、フェニックスだともう絶対溶かせるっていうこの安心感ね。バルーンとかもねほぼ止めれる、まあ、ロケあるし。おおヤンキー。さあいやこれウッド使って、このスケバラ熱いぞ。エレキとかない限りはタゲがしかもフェニックスに行くし、これでもういっぱい豚。いやここでディガーさらにあるとフェニックスのこの卵を、いやディガー飛ばさなくてもパッカーンって、いや熱っ。このやりごみいらんかったな、低めでよかった。
あーフェンク強っ。帰ってきちゃったしょ。まあソウルクロー歌えたらギャング出すかな。ヤンキーかな。いやもう絶対ヤンキーなんですよ。なぜならだってこのフェニックスは生まれたやつなんでもう復活できないんですよね。あでも相手諦めたっす。さすがに。まあ初手ライ、初手ライ、初手ライしたからですよ。はい。いやマジでね、本当に、初っ端からこう、まあホグくらいなら許せるですけどね、ゴブリンバレルとか。ロイとか初手端前ジャイとかまでやっちゃうと、単純にもうアド上げるだけなんでね。ダメージ取れるけど。うん。さあ、マスターさんだ。マスター族。両サイのんびり行きますか。来た。文句っすね。新カードのチャンピオン文句。文句マスケか。いや、わかんねえな。あんまり。てか、なんかもう、幅広すぎて、環境のデッキが。何のデッキかわかんないっすよ。おー、クロスっぽいっすね。急に。あれ、やってる。まあ、1コスがあるか。そうっすよね。テスラ強え。全然壊れんかった。さあ、まあ、クロスっぽいっすね。非常に。テスラマスケ。まあ、文句。あ、これ、やべえ。ロケットをクロスに打ったら、多分、行かれるっすよ。文句出てきて反射されるっすよ。あ、これ。あ、でも、文句出てこなかったっす。出てくると思ったんですけど。てかロケット持ってないと思ってんのか。多分そうっすね。俺がロケ持ってるとはさすがに思わないのか。文句がいるところにロケ打ったらもう終わりですからね。クロスも残るし、なんならもうこの辺にロケット飛んでくるしみたいな。まあメガナイト、あ文句のいない位置に飛ばせばねみたいなどこはあるか。まあこれロケ打たれたら打たれたでいいか。さあフェニックス出して、あマズネクがこれ舞台になっちゃう。うっ強っ。てかマズネク危ね。さあこの両サイ攻めがちょっといやらしいっすよ。フェニックスも全部ミリで、で文句はフェニックスに弱いんでね。文句マジで強いんですけどね、環境のフェニックスに弱いっていう。これはさすがにメガナイトでうっときたらギャング追加。まあマスキョやる必要があるのかって話なんですけど、まあこの辺におればいいやろ。いやーいいぞ。ロケット圏内ですね。これマジで。怖っ。一回耐えるか。耐えて、最後ロケ打てば勝ちという。いや、怖いな。なんか。やっぱ今まで枯渇とか、まあ、ロケ入ってるデッキですね。クロスに対して、もうロケット打てば守れるじゃんがね。出てくるっすよ。クロス来て、即ロケやって反射までに急いでって思ったら、もう。間に合わないかもしれない。さすがになのか。クロス文句反射ってやられたら、もしかしたらもうテスラクロスよりも強いですからね。端前テスラクロスより端前文句クロス、端前文句クロスめっちゃ強そうじゃね。なんか初見殺しでタワー1個折れて勝てそうだもん。ちょっとやってみよう今度。端前文句クロスやべえよ。考えるだけでめっちゃ強そうなんだけど、盾としてもね 80% 軽減があるんでめちゃくちゃ優秀っすね。時間稼ぎとか。なんで本当にメガナイト枯渇使いの方に怒られそうなプレイしてる。まあ勝つんでね。さあヤンキー攻めしようかな。
メガナイトで終わっちまうかな。やめて。いやー、今と同タイミングぐらいに生まれてくれたらすごい嬉しかったんですけど、私メガナイトの受け方むず。なんならギャングだけで完封できそうだったの。おー、めちゃくちゃ歩く。あー、いいファイブ。ファイブ打ったんでディガーからの行きたいな。墓石で落としてもスケルトンちょっと残ると思うんですよね。落とさない。お、一匹の豚が頑張っております。もうやっぱ強えな。なんかいいね、このマザネクフェニックスコンビね。まあ、マザネクは結構ね、環境を意識してスケラがいるだとか、まあ、文句に対して強いですね。時間かせ、なんかいっぱいいるのもなんとかなっちゃうんで、みたいなところがあるので、後々はもしかしていらないかもしれないですね。さあ、まあ、こんなの最後全部豚にすればいい。やべ、マジで、あの本当に、いっぱい寝たんですけど、寝すぎてちょっとプレイがあのいや、これでも相性絶対いいっすね。だってやりごみギャングなんだっけ、フェニックスマザニクいいんですよ。さすがに相性マジめちゃんこいいと思うんで。相手メガフェニーミラー、いや、これでも怖いな。何体出てくんだろうフェニックスってところも全部ロケットがあるんだね。しかも舞台なるし強いぞ。でもこれフェニックス頑張れ。ファイブちょっと許せんな。全部豚になってもらって、いや、だんだんこのカウンターの準備が整っていくぞ。え、ファイブ早くミラーか。いやー、これ無理やろ。守れんのか。さあ、フェニック2体目来てます。このギャングもめっちゃ強いぞ。ファイブさっき使ってるもんな、ミラーで。あーい、美しい。なんかメガナイトの後ろになんかゴブリン3体とね。おお、2体連れてる。イカチーさ、まあ、今みたいなのはしっかりね、後ろからフェニックスとか小物出して耐えてしまえば、まあ勝てるかなという、まあ1本全然取られずにも勝てたんですけどね。イカチーって気が。そして次勝てば1段上がるよと。で、金なので、まあこれ負けても落ちない階段っすね。ありがてえな、負けても落ちないって。幸せ。さ、負けとくっすね、ここは。ここは。まあ勝った方がいいか。さあ、スケバレ飛ばしてレイジー。いや、マジフェニックスね。お、かわいい。レイジーとめっちゃ相性がいいんですよね。あー、これさ、どうすんのがいいんだろう。なんかそのロケットでリパンも壊せるじゃないですか。なんでロケで壊すか、まあこんな感じでね、せめてディガーで壊すかっていう。緊急度しちゃうな、あの位置俺。そうなんですよね、エリポン壊すか知性なんで。ちょっと、あ、でもこれなんか結構終わりそうじゃない。終わりそうはさすがにしちゃったか。まだまだ1500ぐらいまでいけるんじゃない、フェニックスとやりごぶで。え、もっといける。あ、すごいすごいね。よくやばいな、マジ一発266めっちゃ攻めるよね、やっぱり。やべやべ、ちょっと待って、え、そんなコストあると思ってなかった。いや、マジやばい、本当にやばい。やべ、やった、マジでやった。俺が攻めたもん。あ、マジで恥ずかしい。俺そんなコストあると思ってなかったんだ。あ、もう絶対調子乗ってきたやんつって。おい、やべえ、すげえ、あの、ほんまにほんとに変な試合見せちゃったそんなコストねえだろって。おいおい、攻めてきとんなーつって、残りロケ2周でしょつって勝ち角から負けるってあれっすよ、ほんとに。
落ちないんでね、今金の階段なんで負け得なんですよ。いやもったいない、あんな低めユニットでもうロケット全部ね破壊していけばよかったんで。どうやったら負けるねん中の負けました。はい、やべえな、フェニックスにロケットもねもう一回出てきたわマジかよ、もったいないことしてさ。マザーネクトルネか、なんだこれ。まああの流行りの文句フェニックス系かなと思ったんですけど、ゴルナイが出てきたんでちょっとわかんないですね。あーエレジャイっすねこれエレジャイっぽい香りがしてます。いやー強い、優秀。トルネ施設っすもんね。さエレジャイで金起動されちゃったっすね。ちょっとコストはあるんだけどな、一旦守りますか。普通にエレジェイマザネクゴルナイ組まれるとちょっと渋いかもですね。まあフェニックスがちょっと優秀。やりゴブですら残したかった。ゴブリングやべえ、ゴブリンの火力やべえ。いやでもこの延命は熱いぞ。さあこれっすね、マジでこのデッキの強みはフェニックス。さあエルジェイもしっかりフェニックスで溶かせます。はい、今までのねインドラとかだとトルネで座れるとやばかったんですけど、フェニックスだとエルジェイ守れるんですよね。まあ、さっきこれロケも打てるっすね。うん、あ復活サーシット、まあ守れるかな。まあまあまあ守れなかったら守れなかったっすけど、守れそうっすねこれは。まあ、ライトトルネ警戒してしっかり剥がし離れたとこに小物出して、さあエレジャイに勝てるのは熱い。しかもマザネクゴルナイなので結構まあ怖かったですけどね。結局はまあフェニックスです。はい、というわけでこちらの新型のねメガナイトスケバレ枯渇も皆さんやってみてください。よければチャンネル登録お願いします。ではお疲れ様でした。またね。ぶっちゃけロケットじゃなくてもいいかも。